はい、吉祥寺の花や花心のさいぐさです。本日はこのアジサイをドライフラワーにするお話をしていきたいと思います。アジサイのドライフラワーなんですけれども、いつの時期がベストなのかと言いますと、今がベストです。なぜかと言いますと、このアジサイ、若い時はもっと緑っぽかったり白っぽかったりするんですけれども、その頃にドライにしようと思ってこうやってやってしまうとしぼんでしまうんですよ。ですけれども、この秋色アジサイといって、このちょっとね、周りがね緑がかったりだとか、もうちょっと濃くくすんでくると、もう触るとわかるんですよね。すごい硬くなってるんですよ。もうこれがドライにしてあげるサインです。で、なおかつ梅雨の時期、やっぱりジメジメしてるとすごい乾燥しづらいです。ですけれども、今だいぶ暖かくなって結構カラッとしてきます。なので、この時期にやってあげるのがベスト。そしてクーラーとかね、かけている場合は、そのクーラーの通り、風が通ってくれるところに吊るしてあげると、もうさらにベストです。でね、やっぱり冬とかはやっぱり乾燥してるんですけれども、やっぱり暖かさが少し足りないので、暖房とかついてたらベストなんですけれども、あとやっぱり秋色っていうくらいなんで、まだもう少し8月くらいまでだったら大丈夫なんですけど、それ以降になってしまうと本当に色がくすんでしまったり、やっぱりね、太陽、もう夏の日差しで結構やられてしまいます、アジサイが。なので、そうなってしまうと元々のアジサイが汚くなってしまいますので、本当に今やるのがベストです。そして庭のアジサイ切るのちょっともったいないよって思うんですけれども、やっぱり切ってあげてドライにしてあげた方が長く楽しめるので、やってあげた方がお得だと思います。その時に剪定する方法なんですけど、これは市場で買ってきたアジサイなので長いんですけど、この1節目、2節目、2節目くらいのところから、切ってあげると、次の、年もアジサイが咲きやすくなります。逆に剪定してあげないとアジサイ咲きづらくなってしまいますので、必ず剪定もしてあげましょう。なのでね、このタイミングで剪定と一緒にドライフラワーのを作ってあげるといいかと思います。そしてドライフラワーにするのは、もう単純に吊るすだけでも全然綺麗なドライフラワーになります。でも、もっと綺麗にこの鮮やかな色を残したいよっていう方はシリカゲルを使うといいかと思いますね。花用のシリカゲルも1キロとか2キロとかね、結構大きい量で、あとタッパー、ちょっと大きめのタッパーがあれば簡単にできます。さらに電子レンジとかね、使うとね、もっと早く、本当1分か2分くらいでドライにできちゃうくらいなので、そういうやり方もやってみると良いかと思います。本日の動画は以上になります。この動画面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さえぐささん、アジサイ好きっすよね。そうなんですよ、僕アジサイ大好きなんですよ。この間もなんか出かけてましたね、そうなんですよ、鎌倉のアジサイがほんと最高なんですよ。あ、そうなんですか。はい、鎌倉の北鎌倉の駅があるんですけど、そこで降りて、で円覚寺とかあるんですけど、あと建長寺とかそういうところもあるんですけども、無視してアジサイ観光ツアーっていうのをやってるんですよ僕。アジサイですか、なんかおすすめっていうかあるんですか、なんかそういうの。そうですね、やっぱり一番おすすめなのは、アジサイブルーって言われている明月院ですね。明月院、はい、なんかアピールポイント。はい、もう明月院語らせたらめっちゃ長いですよ。明月院って本当にヒメアジサイっていう品種の本当青一色なんですよ。こうやってやっぱり青以外にもこういういろんな品種あるんですけど、明月院はこれよりももうちょっと鮮やかな明るい青のヒメアジサイだけを、ほぼほぼ、ちょこっと違う品種もあるんですけど、それだけなんですよ。で、なのでこうすごい階段登るところがあるんですけれども、両端も真っ青で、さらに僕今年2回行ったんですよ。で、2回行った理由ってありまして、アジサイって最初は白のほんと明るい青とかなんですけれども、2回目行くとちょっとくすんだ青って言って、アジサイの花言葉って別なんか移り気っていう意味があるんですけれども、その移り気っていう意味があるくらい、なぜかっていうと、この色がどんどん変わっていくからそういう花言葉になったんですよ。っていうくらいアジサイってすごい色が変わってくるんですよ。最初はほんと緑っぽいところからだんだん青くなっていって、で、ほんと明るい青だなと思ったら濃い青になっていくっていう、その色の変化を楽しむっていうのがよくて、さらにアジサイって梅雨の時期じゃないですか。そうですね。梅雨の時期って
本当雨降ったらラッキーだと思ってください。で鎌倉のアジサイすごい観光名所で本当に人がすごいんですよ、晴れてると。でも雨が降ってもう出かけるのやめる方がたくさんいるんで、本当雨の日逆に狙っていった方がいいくらい。そして雨が降ってるとめちゃくちゃあのアジサイが元気でピーンってなってるんですよ。なので本当ね、梅雨の時期の雨の本当6月ね中旬とかに行くのが本当ベストなんで、ぜひね鎌倉行ってもらいたいです。あと本当に鎌倉のこう北鎌倉から降りてどん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 行って明月院行きました、よしそれで終わりじゃなくてこう行くと、鶴岡八幡宮、そこはあんまり紫陽花ないんですけれども、まあおみくじ引いてね一年の運試しをして、でそこから、なんか鎌倉駅の方に、行くといろいろ商店街も、小町通りでしたっけ、まあちょっと覚えてないですけど超有名な通りがありまして、でそこであのね鳩サブレーの本店とか、あそれは小町通り の, あの左側のところにあるんですけど、小町通りをね歩っていろいろ紫芋ソフトとか食べ歩いたりして、で鎌倉駅に行って、で長谷駅に行くんですよ、そのまんま。なのでまあお昼くらいにだいたい小町通り着くんで、そこでお昼を食べて、で電車に乗るのが1時くらいに長谷駅に行って、で1時半とか2時くらいに長谷駅に着くんですよ。でその長谷駅についてどうするかって言ったら、まず長谷寺に行ってください。で長谷寺は本当に明月院とは違っていろんな品種の紫陽花があるんですよ。でそこでもらえるうちわがやばいです。でそこのうちわの裏側にいろんな品種の紫陽花が書いてあるんですよ。でその品種を見比べながら歩くっていうのが楽しいですね。でその長谷寺に行くのはいいんですけれども、ほんと混んでるんですよ。で整理券もらえるんですけれども、整理券もらってすぐ入れるわけじゃなくて、もう何時になったら来てくださいっていう整理券もらえるんで、あじゃあ3時か4時かってなったら、ほんとねこの鎌倉の、名物大仏とかのお寺もすぐありますし、何よりも僕がちょっとおすすめしてるのが、その長谷寺の隣にある高速寺っていうお寺があるんですけど、あそこはあんまり人いないんですよ。すんごい長谷寺ですごい人がバシャーってなってる中、全然人がいなくて、いても何組くらいだろう、5組くらいしかいない。でさらに無料で入れます。でどういうのがあるかっていうと、その時期の本当日本のお花っていうのがいっぱいあるのと、アジサイもこういう大きいのがドーンってなってる感じじゃなく、すごい品種改良されたような小ぶりの作られたアジサイとかが見られます。で長谷寺のアジサイはすごいたくさん種類があってバーンってなってるんですけど、やっぱりね原種帰りって言って、やっぱりねこういうちょっと珍しいアジサイでも実際に地植えしてると結構原種帰りしてきます。しかし、その高速寺はもうすごい品種改良されたようなすごい珍しいアジサイがあって、でそのアジサイのこの圧倒的なそのボリュームと品種の多さ、そしてそのまあ眺めですよね、長谷寺のちょっと高台に登ってその江ノ島が見えるあの海とかがすごい景色がいいっていうのが長谷寺でも、原種帰りしてて、まあ逆に原種帰りしてるからこそすごいアジサイのボリュームが大きいっていうのはありますね。でそのメインのところに行くまでにも柏葉アジサイとかめちゃめちゃいい品種がすごい埋まってて、ほんとね楽しいんですよ。でそうするとすごいちょっと長くなるんですけれどもね、時間があったらぜひね江ノ島もね散歩していただきたいと思いますね。そこでね江ノ島に行ったらやっぱりしらす丼ぜひね食べていただいて、夕食に食べて、でその後は江ノ電でゆっくり帰るなり、JR とかね、あれなんだっけ半蔵門線とかも通ってたかな、ね、そういうところで帰れますので、ぜひ、梅雨の時期は鎌倉に行ってください。今ね結構暖かくなって今見れるのかなちょっとわかんないんですけれどもね、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。本日の動画は以上になります。